創世力の守り手ケルベロス。ワンワン待ってたわ。そろそろ来る思ったわ。天上統一、それがお前の課した試練だったな。ではいただいていこうか。ワン渡す、少し惜しい。ワン、なんだと？俺にはまだふさわしくない、そう言いたいのか？違うわ、創生力は噛み心地いいわ。じゃれる、楽しいわ。知ったことか。まずは言っておくことあるわよ。使い方知ってるわん？使い方だと？そうわん、以前にも言ったけど、大いなる巨人の意志が創生力に込められているわん。献身と信頼、その証を立てよ。さすれば我は振るわれん、という言葉伝わってるわん。意志に沿わない、いけないことわん。まあよい、とりあえずいただいていく約束だ。ワンワン、口が寂しいワン。とうとう手に入れた。これで新たな世界が作られる。世界を作る、本当に？何者も犠牲としない世界の正しい姿、この力で作り変えることができる。世界を滅ぼすのではなく。世界を作る力は凄まじい。扱いを誤れば世界そのものを崩壊させてしまう。崩壊するよ、崩壊。世界を作る、新たな素晴らしい世界を。崩壊する。ルカ起きろ。ルカ、ルカ。ルカ起きたか。よかった。あ、ほらスパーダくん、ルカくんが痛がってるでしょ。怪我に目が覚めた？ルカくん、さっきうなされてたのよ。つい大声で呼びかけちまったけど、うるさかったか？おかげで目が覚めたよ。どれぐらい眠ってたの？丸3日。本当、死んじゃうかと思ってた。よかった。ああ、マジよかった。生きててくれてありがとうな。ほら、スパーダくん。いいよ、このままで。ちょっと痛いけど。ああ、すまねえ。心配かけてごめん。前世から迷惑の掛け通しだね。前世、そんなの関係ねえよ。お前がただ目を開けてくれただけで、もう嬉しくて。こんなこと言われたの初めてだ。これが友達の温かさか。うわー、いや
っぱ嬉しいわ。もう一回ハグしていいか。ダメよ。じゃあアンジュにハグを。ダメ。起きたんだな。しかし ボタンコルカ。ルカ兄ちゃん。やあ、おはよう。何が？やあ、おはよう。よ、もう昼過ぎだっての。もういいリア、そんな口の聞き方。もう、あんたの間抜け面見たらこっちも眠くなってきた。なあなあ、これ内緒やで。何？イリア姉ちゃん泣いとってん、ずーっと。兄ちゃんが寝てる時も、目覚ました声聞こえた時も、せやから堪忍したってな。うん、怒ってないよ。あとな、うち泣かへんかったで。えらい？うちまで泣いたらみんな困りよるやろ。うん、えらいえらい。兄ちゃん起きてくれてありがとうな。起きたのか。ちょうどいい。ガルポス行きのチケットを手配できたところだ。ルカ君が目を覚まさなければ置いていくつもりだったのですか？俺が抱えてでも連れていくつもりだったさ。今回を逃せば船はいつ出るかわからないような状態だしな。じゃあ準備しなきゃ。大丈夫？ルカ君さっきもうなされてたでしょ。実は前世の夢を見てたんだ。創生力には原始の巨人の意志が込められているらしい。どういうこと？詳しくはわからない。でも創生に使う力ってのは本当っぽかったよ。問題はなぜその力を使って魔王は天井を崩壊させたのか。やっぱ私体調が良くないみたい。じゃあ横になる？ベッドを用意するけど。でも出る準備しないとダメなんでしょ？船でゆっくり寝る。船酔いしないといいけどな。まだまだ思い出せていない事実がありそうだな。魔王。なぜ創生力は魔王の手に渡ったんだろう。魔王と僕の関係ってなんだ。まあいいか、また考えよう。
Thank you.